は絶望なのです。続いてはサンテレビでも放送していた人気アニメさよなら絶望先生の声優たちによるユニット絶望少女たちの登場です。はい、桃色係長。はい、何でしょう、フーラさん。世の中に絶望的なことなんてありません。